イエーイはい、マガンダンガビーガビー、はい、ウェルカムトゥマリアンタカハッピーライフ。はい、ライフ、はい、今日はね、なんだ、鉄仮面になってるぞ。はい、もう夜なんですけども、今日午前中に、私、3回目のね、ワクチン、ブーストワクチンを、打ってきました。一応、ファイザーで来てる感じなんですけども、実はね、2回目の時のワクチンの時に、ちょっと次の日、まあその日の夜からかな、倦怠感とか、関節痛とか、まあちょっとそういったことがあったりもして、ちょっとね、嫌な思いをしたんですよ。で、まあ、モデルナっていう話もあったけど、モデルナちょっと怖かったんですけども、たまたま予約が取れたのがファイザーだったんで、まあ地元の病院というかクリニックで、今朝受けてきました。で、帰ってきて、なんか体調がっていうか、なんかすごい疲れちゃったっていうか眠くなって、ちょっと爆睡しちゃった状態なんですよ。うん。で、まあ今日はね、一日ゆっくり、自宅で過ごすつもりだったんですけども、まあ地元の、視聴者の皆さんにちょっとお呼ばれして、これからまた五校のいつものパパダッチの方に、ちょっとだけ顔を出していきたいと思ってます。まあその様子もちょっと後でアップします。で、まあ、今日、まあ、お話ししたいのは、まあ、ちょっと僕のピン中の先輩とかも含めて、オミクロンね、オミクロンになってる方が、やっぱり最近ちょっと結構、まあ、知り合いとか身内とかでも見受けられますが、まあ、一応、まあ、38度ぐらいの熱が出るとか、喉が痛いとか、まあ、中にはね、味覚障害っていう方もいたんですけども、まあ、ちょっとそういう話も聞いてますが、まあ、ちょっと重症化をしてるっていう話は、まあ、僕の周りでは、聞いたことはちょっと今のところはないです。で、まあ、こんだけね、まあ、世間で国の方が、マンボウだマンボウだ延長だって言ってますけど、まあ、街には結構人は出てますよね。まあ、っていうか、まあ、いつまでもそれやってても日本の景気も良くならない。で、まあ、周りの物価ばっかりは、どんどん、だ今日もね、車のオイル交換もしたんですけども、オイルも、エンジンオイルも4月から上がるらしいんですね。で、タイヤも4月から結構な金額上がるらしいんですよ。だから私、これから経費がどんどんね、高くなっていっちゃう。ガソリンも今、めちゃくちゃ高いですよね。で、食品関係も上がっている。で、もちろん、油関係のね、製品とかね、油脂関係、食べ物もみんな上がってるじゃないですか。上がってないのは、給料だけだと皆さん思うんですよ。ね、で、こんなね、変なインフレみたいな感じ、これ良くないインフレですよね。収入が増えて、インフレになるならいいんですけども、そうじゃなくて、物だけが高くなって収入が増えてない。そういう、こう、なんかおかしなインフレにちょっと今日本は直面してるのかなって、まあ思います。まあちょっとね、つまらない話はそのぐらいにして、これからちょっと五校の、パパダッチさんの方で、まあそういう嫌なことは忘れてね、ちょっと少しだけ楽しんでいきたいと思います。また、明日は自分仕事日曜日ですけども、いつものように日曜日仕事あるんで、まあちょっと早めには引き上げたいと思ってます。ね。なんで、まあ皆さんもね、できれば、まあ今オミクロンだけど、なんか、亜種のオミクロンとかいうのも出てきてるんで、まあできれば、ブースト接種は、その亜種に向けても、ぜひね、やられたらどうかなっていう提案です。はい。で、いうことで、まあ車もオイル交換しましたし、ね、ちょっとガソリンがね、高いんでね、この辺もね、177円とか178円とかぐらいなんですね。ちょっと高いですね。半年ぐらい前は128円とかだったんですからね。給料は変わってない末置きです。はい。はい。じゃあね、レッツゴー。五校のパパダッチ。行ってきまーす。パパダッチ。少し撮ります。はい。はい。はい。イエーイ、ドルフィーさんとツーショット、イエーイ、イエーイ、オッケー。
外出ちゃいけないんだよね。誰さっき向こう行った人とか帰ってきた人フィリピン人外国から帰ってきた人Sahira Makiha
はい、はい、ごちそうさまごちそうさまでした。はい、パパラッチから帰ってきました。今日はね、てっちゃんとドルフィーさんと、ゆりさんと、佐藤さん夫婦と、あとクヤ、はい、クヤジョイ、クヤジョイ、うん、ママメイ、あとママメイと、楽しい時間過ごしてきました。まあちょっとね、本当は僕今日ブーストのワクチンやったんでゆっくりしたかったんですけど、まあちょっと呼ばれちゃって、バロット食べれば大丈夫だよって呼ばれちゃって、まあバロット食べなかったですけど行ってきました。で、まあメイさんも、あのママのメイさんもパパダッチのね、あの今日ブーストやったみたいで、うん、うん、ブーストやったってちゃんとお店やってるよって言われたから、わかりましたっつってちょっとお店行ってきました。はい、でもお酒ダメ。うん、まあメイさんも今日はお酒は飲んでなかったですけども、まあそんな感じで、まあちょっと、お店行ってきましたね。はい、皆さんもね、まあ恐れずに、次のね、新しい、ウイルスのために、カメラ揺れてるよ、揺れてる、ワクチンはね受けた方がいいんじゃないのかなってまあ思います。本当にもうね、身近な人がみんななってるんで、オミクロンね、まあまあちょっと 2,3 日ゆっくりしてれば、容体は良くなるみたいですけども、っていうような感じです。はい、あのね、お店にいる間もね、いろいろ視聴者さんからメールとかいっぱい来ちゃってて、で返事とかしてて、マリちゃんに怒られちゃったりもしたんですけども、うん、いつもメールしてるんだよって言われちゃうんですけども、まあいろいろお付き合いもあるんでね、うん、大事なんですよ。はい、はい、っていうわけで一応ね、パパダッチから今日も帰ってきました。今日もいつもの愉快な仲間たちと一緒に楽しい時間過ごしてきました。うん、またね、 YouTube の方も、これアップしましたけども、また違うお店も今後行ってみたいなと思いますし、皆さんもね、要望があれば、ぜひね、 Facebook の方とかで要望いただければ、答えられることならば、やってきますんで、よろしくお願いいたします。よろしく。はい、ということで、以上です。まあね、フィリピンも開国して、結構たくさんの人がフィリピンにも遊びに行かれてるようだし、まあね、あのチャケちゃんとかゴートゥーさんも、まあ、近いうちに行くと思いますし、マリちゃんの子供たちも日本に呼ばなきゃいけないし、まあ今年はちょっといろいろ忙しいのかなって思います。はい、まあその辺もね、動画にできていければいいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ね、あとまあ、ライブの方に、出たいなっていう、YouTuber さん、もしくは、視聴者さん、どしどし募集してますんで、そちらもよろしくお願いいたします。ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。最後までね、見ていただいて、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録と、グッドボタンね、高評価よろしくお願いいたします。はい、じゃあ終わりにします。せーの、バイバイポー。バイバイポー。ありがとうございます。何、佐藤さん、あて、ありがとうございます。テイちゃん、ありがとうございます。ゆりさん、ありがとうございます。視聴者の皆さん、ありがとうございます。